北斗スルタンは日本の競争馬。主な勝倉は2008年のメグロ記念。馬名の由来は北斗君主。第一牧場のオーナーであった辻本春夫は2003年自分の所有する牝馬とメジロマックイーンを交配させたところ足下の走る馬が生まれて大きなレースを勝ったという内容の夢を見た。それを耳にした馬場の川上隆が 第一アピールとメジロマックイーンを後輩させて誕生したのが本馬である。2006年9月のデビューから4戦目で勝ち上がり、500万、下を8戦目で勝ち上がる。そして、ダービートライアルの青馬賞に挑戦するも12着に終わった。その後、福島市政志向100周年記念をクランエンブレムの2着に惜敗した後、それまでの加藤和弘からの安志に、 天馬屋下。天馬屋初戦として出世レースと言われている、赤ん子特別に出走して勝利し、2戦で1000万下を勝ち上がった。秋には神戸新聞杯に出走し、2番手追走から早め、先頭に立ち4着に粘る。次走の喫下賞では逃げの手を打ち、直線で粘ったものの、最後は後続に捕まり浅草キングスからコンマ6秒差の6着に終わった。 小場所戦は3月16日のサンシャインステークスであった。これをあっさりと逃げ切り、6場審査の圧勝を収める。自走には目白朝間から続く天皇賞不死四大制覇のかかる天皇賞を選択。決闘背景から話題を集め、オープンレースの勝ち倉がないにもかかわらず、6番人気に押された。レースでも逃げ粘ったものの、アドマイアジュピタの4着に敗れた。 続くメグロ記念では、コースタートを切り、競りかける馬もなかったため、最後まで戦闘を譲らず、逃げ切り勝ちを収めた。本馬の重賞発制覇であり、また、メジロマックイーン3区の大馬による重賞発制覇ともなった。夏は休養にあて、秋の復帰を目指して、放牧に出されていたが、疲れが取れず年内の気球は断念された。2月5日に放牧先から気球し、 3月28日の日経賞で復帰。中間10本の調教で乗り込まれたが放牧中に、緩んだ体を十分に立て直すまでに至らず、休み明けながら前走比マイナス8キログラムの馬体減、安城城代わりの藤田新次騎手で果敢に逃げの先鋒を取るも、やはり本調子ではなく10着に敗れた。続く5月3日の天皇賞、春では小牧太騎手に乗り代わって出走。 道中は2番手から競馬を進め、3コーナー付近で一旦戦闘に立つも、直線で失速15着という結果に終わった。その後、連覇をかけて挑んだ5月31日の目黒記念に2番人気で出走。レースでは2番手で進み、最後の直線で一旦戦闘に立つも失速し9着に敗れた。その後、 休養を挟んで9月6日の札幌日経オープンに一番人気で出走。スタートから花を奪って逃げるも最後の直線で後続馬に捉らえられ4着に敗れた。続く10月17日のアイルランドトロフィーでは2番手追走も直線で後退し8着に終わった。2月20日の京都記念から始動。いつも通りの逃げで束を引っ張る展開になったが直線で ブエナビスタに捉えられるものの4着に入った。続く、阪神対象天でも、警戒に逃げるも、最後の直線で、後続馬に捉えられ5着に敗れた。その後、天皇賞に出走登録を行っていたが除外され、5月9日の東時ステークスに出走。レースでは、終始2番手で進めたが、逃げるシルポートを捉えることができず3着に敗れた。一息入れて8月7日の、 南北海道ステークスでは、果敢に逃げたが、最後の直線で中段から足を伸ばしてきた、東海メロディに交わされ、続く9月5日の札幌日経オープンでも、前走同様のレース内容でまたしても2着に敗れた。2011年7月31日の小倉記念で、復帰。道中は1000メートル通過57秒1の、ハイペースで束を引っ張る展開になったが直線で、 失速して17着という結果に終わった。続く9月10日の朝日チャレンジカップではスタートから花を奪って逃げるも失速し9着。アイルランドトロフィーでは2番鉄一層も8着に敗れた。パラダイスステークスでは14着と、との負けに終わった。ディセンバーステークスでは、いつも通りの逃げで束を引っ張ったが失速し14着に、敗れた。 2012年5月5日の障害未勝利戦に一番人気で出走、先行するも直線で失速し8着に敗れた。7月14日の障害未勝利戦は先行して3着に粘る。8月4日の障害未勝利戦は先行するもいっぱいになり5着。10月7日の障害未勝利戦は逃げるも左第一指関節脱臼を発症し10着。予後不良となった。 ありがとうございます。